松本みゆき大は、兵庫県神戸市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学生時代は一年生次より、少年野球チーム、アシアトライアルズに所属し、首相も務めた。神戸市立本庄中学校、育英高等学校卒業後にデュプロへ入社。エースとして8年間在籍した後、2006年の大学生。 社会人ドラフトで千葉ロッテマリーンズから8巡目で指名され入団。2007年は数日間にわたって1軍に登録されるも足首を骨折してすぐに離脱したため1軍登板はなかったものの2008年6月17日の対横浜ベイスターズ戦でプロ初登板を果たすと6試合連続無失点の回答を見せ 7月5日の対福岡ソフトバンクホークス戦でプロ初勝利を挙げた。その後は、対左打者へのワンポイントリリーフを中心に18試合に、登板したが、防御率5.17と安定感に欠けていた。2009年は、前年からさらなる飛躍を目指していたが、シーズン通して調子が上向かず、防御率も30点を超えるなど散々なシーズンだった。2010年も調子が上がらず、 一軍で投板したほとんどの試合では失点を喫するなど防御率11点台に終わった。2011年は一軍投板なしに終わり、2012年は復活をかけて2年ぶりの一軍投板を果たすが3試合の投板にとどまった。同年10月7日、球団から戦力外通告を受けた。その後、同年11月9日に日本制止、 クリネックススタジアム宮城で開催された12球団合同トライアウトに参加するとオリックスバファローズから入団テストの誘いを受けた11月13日からオリックスの周期キャンプに参加して入団テストに臨んだ結果18日に平井正氏と共に合格が発表された年俸は70万円減の650万円で合意した 2013年のオープン戦で9試合に登板し、防御率1.17とアピールし、開幕1軍を勝ち取る。しかしシーズンに入ると、移籍初登板となる3月30日のロッテ戦では、失策によるものではあるが、サヨナラのランナーを出し黒星を喫すると、その後も登板をすれば、ランナーを出す不甲斐ないピッチングが続いた。5月29日のヤクルト戦ではに、 三回を投げて六、失点し、翌日登録を抹消された。その後は一軍に上がることはできなかった。10月7日に戦力外通告を受けた。対談後は、後藤海総店の南式野球部に所属。背番号は小学校からの付き合いで、阪神淡路大震災で死去した友人が付けていた七番を付けている。2019年時点ではコーチとして役目が主だが、 現役も続行しているという。左のサイドスローから時速140キロメートル台の速球とスライダー、チェンジアップ、シュートなどの変化球を投げ分ける。投球フォームは社会人時代にジェフ・ウィリアムスの投球フォームを参考にしたとされている。ありがとうございます。